皆さんこんにちは、ゆきです。私普段美容クリニックに勤めているので、今日は私が思う美容ドクターの選び方について説明していこうと思います。美容クリニックって私の中でのイメージは美容院みたいな感じなんですよ。そもそも美容クリニックって自分が綺麗になるために通うところだし、そして長い付き合いになる場合も多いですよね。毎回のクリニックが楽しく、そして実りあるものになるように、ぜひドクター選びをしっかり行ってほしいなと思ってます。ということで、今日は皆さんがハッピーになれるような美容クリニックのドクター選びについて解説します。動画スタート。ポイント1、その先生の症例写真をしっかり見てから行きましょう。特に美容外科の分野だと、先生によってデザインとか仕上がりの感じにちょっと癖とか特徴があるんですね。もちろん上手い下手とかもあると思うんですけど、それぞれの先生が SNS に上げている写真をしっかり見て、あ、こんな風になりたいなって自分がイメージできた理想に近い症例をたくさん上げているような先生のところに行くのがおすすめです。ポイント2つ目、その先生の経歴を確認してから行きましょう。まあ、経歴が全てではないと思うんですけど、例えば形成外科の先生の方がお顔の解剖とかお顔の手術に慣れて精通しているかなと思うので安心です。またある程度の美容系の経歴が長い先生のもとに行った方が安心だと思うので、まあ、その先生がこれまでどんな道筋をたどって美容外科医になったのか調べてみてください。ポイント3つ目、話しやすい、相談しやすい先生を選んでください。もう今ってネットの時代で、それぞれの先生が、まあ、症例写真だけじゃなくって、まあ、プライベートの投稿とか、まあ、自分の思いであったり考えであったり、そういったものをいろんな形で発信している時代ですよね。なので、まあ、よく見て、この先生はなんとなく共感できるなとか、優しそう、話しやすそう、信頼できそうって思える先生を選んで、その先生を指名してクリニックに行くのがおすすめです。前はね、とりあえず病院とかクリニックっていうと自分の住処から近くって、まあ、通いやすいところにまず通ってみるっていうことも多かったと思うんですけど、今は情報が溢れてますし、それぞれのドクターも頑張って発信をしている方が多いので、もう今は皆さんがドクターを選ぶ時代です。なので自分が綺麗になるための美容クリニックが良いなので、ぜひ損をしないように、楽しめるように自分に合ったドクターを見つけてもらいたいなと思います。私のところに来てくださる方も大歓迎だし、もしも私があんまりやってないカテゴリーの施術でみんなが興味あるっていうメニューがあったりしたら、おすすめの先生とかも紹介できるのでご連絡ください。待ってます。バイバイ。